最小限のタッチで良質のパスをさばく、逆サイドでの展開時は得点機にも絡む、アレックス・ピナルディ、スキル、巧みな組み立て。急離れの良いつなぎに加え、オフザボールの動きの質も高い、内アーノザウリ、スキル、確実なつなぎ。豊かなスピード、両足のテクニック、多彩なスキルで中盤を引き締める、ダミアーノ・ゼノーニ、スキル、巧みなドリブル。スピードあふれるドリブルでの上がりと正確なクロスで貢献する、カルロネルボ、スキル、正確なクロスボール。ピッチを幅広く駆け回り、頻繁に攻守の局面に絡んでいく、マッシミリアノ・エスポージと、スキル、献身的な動き。胴を惜しまないプレス、前線への飛び出しで決定機に絡む、アントニオ・フィリッピーニ、スキル、精力的なオフ・ザ・ボール。バッジョの現役最後の得点をアシストしたアルプスのベッカム、マルクス・ショップ、スキル、卓越したボールコントロール。すまないボランチでしたがここで紹介、ポジショニングとプレスが持ち味、ミドルも破壊力抜群、シモーネ・バローネ、スキル、パワフルなミドルシュート。少ないボールタッチとさりげない動作でストレートと巻くクロスを使い分け、ヨナタン・ビノット、スキル、正確なクロスボール。俊敏かつ柔らかいドリブルでサイドを切り裂く誰が何を言おうとエリベルトだ、エリベルト、スキル、高速ドリブル。泥臭いプレーで攻守に貢献。バッジョからソルダティーノと名付けられるアンジェロ・ディリービオ、スキル、ムードメーカー。中央に預けてからのスペースへの飛び出しハンドクロスの一連の動きは迫力十分、マルコ・ロッシ、スキル、前線からのチェイシング。ややディフェンシブ、ディフェンダー能力に秀でたつなぎ役として活躍と使用感あり、補完スキル、献身的な動き。ドリブルに自信を持ち大きなステップとトップギアの速さでクロスを上げるマルティン・カストロマン、スキル、高速ドリブル。トラップと連動した反転からのパスを振り分け、守備はディレイで速攻を防ぐ、ロドルフォ・ジョルゲッティ、スキル、抜け目のないディレイ。スピード豊かなサイドアタッカー、カモラネージからレギュラー奪ったことも、マルコ・マルキオンに、スキル、高速ドリブル。
波があるが迫力のあるサイドの縦の突破からの鋭いクロスは攻撃の要、カルミネガウティエリ、スキル、ヒューマンダイナモ。左右の足でのスピーディーなドリブル、決して諦めないプレー、アントニーノ・アスタ、スキル、闘争本能。卓越したボールテクニックとサッカーセンス、トップ下も可能、マルティン・ヨルゲンセン、スキル、流れるようなドリブリング。技術の高さと激しいプレーを併せ持ち、精度の高いパスでチャンスを生み出す、マウロ・カモラネージ、スキル、思い切った飛び出し。サイドを駆け上がってのクロスは攻撃に厚みを。また中盤はどこでもこなす、クリスティアン・ゼノーニ、スキル、精力的なオフ・ザ・ボール。高い攻撃力ながら攻守のバランスも保つ、中盤での空中戦も強い、ディミトダバラ、スキル、ライン際のドリブル。